い、どうもこんにちは、ピアソンのゆです。今回はね、やっていくんですけど、やばいパーティーに当たりました。こちらで見てください。占い傭兵機械技師に、やばいね。まあ、今シーズンのスタートダッシュといえばこのパーティーが大流行したわけなんですけど、まだ当たるかって感じなんだね。ほんとたまにマッチングひどくて、たまにマジでね、こういう 4VC パーティーで当たるんだよね。もう間違いなく来ないかなと思うんだけど、さ、ここの、こういう強気なプレイしてくるのは、傭兵やないかい。傭兵かロボットかなと思ったんだけど、まあまあまあいいでしょう。で、右の暗号機に一人いるな。どうしようか。まあ、4VC だからね、4VC 騙すような立ち回りしていかなきゃダメだからな。よいしょ。さあ、飛んでいこうかな。さて、これはロボットか。あ、本体か。まあ、まあ、疑似、まあいいでしょう。当たり当たり。まあ、疑似にと言ってもね、まあ、そんな俺嫌いじゃなくて、なんか、こういうパーティーもさ、なんか、シーズン始まった時のなんか、お祭り感があって、なんか良くない？まあ、毎試合絶対こうやってるから、まあ、発狂しちゃうけど、なんか、スタートダッシュの時だけこういうのが多いっていうのは、なんか、楽しくていいよね。さて、これで傲慢が溜まる。はい、強すぎ。もうこれだから傲慢やめらんねえよな。オッケー。で、袋使わないか。よしよしよし。まあ、本来だったらここの板の攻防を挟んでからの、なんかわちゃわちゃして袋が来てみたいなめんどくさい流れがあったかもしれないけど、まあ、これのね、これも傲慢のパワーよ。で、そこ目の前にいるのがロボットで、アスレもロボットだな。これロボット壊しに行くか、もう。もうガンガン壊しに行くわ。よし、オッケー。これ壊せるね。ここで待機さすってことは、なんだろう。機械技師が救助来ようとしたのかな。その説もあるね。で、こっちのロボットも壊そうか。もう俺キャンプしないからな、基本的に。義士がたくさんいるとき。よし、で、救助させる。あ、で、今回感触の忘れてた。ロボットに夢中になって感触の忘れてたわ。まあ、あっち側に通知行ってるの見えてるから、まあ、この辺に飛んでおけば、よし、海の方行くのかな？どっち行くんだろう。さて、ワープしてきましたが、あそこね、オッケー、いいよ。さあ、どんどん感触を設置して足を遅くしつつやっていこうかな。あ、はい、外した。こういう曲がり角、地味に難しいよね。角度が難しいっていうか、なんていうか。今までなんか、なんて言うんだろう、こういうカメラワークで、なんかスキルが飛んでいく方向が決まる系のハンターばっか使ってたから、キャラクターの向きで操る、無情のこのビル、ほんと難しいわ。さあ、一発与えて、袋使うか。お、使わないか、なるほど。結構温存するね。まあ、確かにね、なんて言うんだろう、無情相手に本当に、あれだから、あえても温存したいから、通電後のことも考えて。さあ、一発。傭兵か、まあ、いいでしょう。まあ、急根できてるから、膝ってあと4個か。よしよしよし。まあまあまあ。で、傭兵相手多分、急根しない方がいいと思うんだよね。急根終わった瞬間に合わせて、膝って使っちゃえば、簡単にそれで逆に時間稼がれちゃう気がするから。よし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 、オッケー。で、これで、まあ、またそこら辺に釣っていけばいいでしょう。で、アスレを一人また回復しに引き継ぎで戻ってるって感じか。いやー、どうしようかなー。4VC だからなー、どうしようかな。読まれてるんだよね、基本的にワープする場所とか。なんかそれも騙すような感じのポジションに出していかなきゃ、なかなか崩すことはできない。さあ、どうしよう、ここで。まあでも、義士この距離だったらもう 100% 救助無理でしょ。袋使ったらいけちゃうけど。まあまあ、それは仕方ない。さあ、球根を決めていく。この人が多分あれか、アスレにロボット出してたから、そんな感じがするわ。で、一発、これ、救助来れないんじゃない？どうだろう、使うのかな。さあ、でも突っ込ない。あ、まあそうだよ、使うよ。ここ弾いといて、ここで肉壁されたらきつい。あ、ロボット、まあそうだよな。よーし、OKOKOK。うまくね、もうロボタペされたらロボットの周りを円を描くように攻撃を打てば大体当たる。 OK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 。 でロボットも排除しといて、よーしよし、とりあえずね、ようやくこれ一人飛ぶわ。で、ロボットも壊してるから、まあ今の機械技師もどんどん殴ってるから、本体解読もまあまあまあ無理でしょう、もうこっから。で、あそこ回してる人がいて、ロボットがね、まだ残り多分、電池が3分の1ぐらい残ってると思うから、あ、いるね。どうしたこれ、傭兵の方飛ぼうか。あそこで感謝外してるロボも飛びたいけどな。さあ、飛んで、いや、離れてるな、これ。普通にロボットの方飛べばよかった。これ失敗したな。で、こっからがね、難しいとこなんですよね。ここで一人飛ばしても、順当になんか、普通にね、チェイスが伸びちゃったりとか、救助をエンドされちゃったら、残り1台。普通に暗号機上がっちゃうからな。ここが結構回りかけなんだよね。多分5割、6割ぐらい進んでるから、占い師が見っけた。さあ、ここにね、もう感謝もりもりに設置しておいて、感謝をなかなかね、簡単に外させないようにしておきつつ、ちょっと飛ばしつつ、どうしようかな。この占い師を追われてるっていう情報を与えたいんだ、サバイバーに。オッケー、一発殴る。戻っては来ないか。立て直しするかな、さすがに。義士がもう多分本当にすることないと思うから。さあ、とりあえず傘だけ出しておきつつ。お、そっち側にガッツ逃げるか。お、感謝反応してきたね。これどうしようか。戻るか、これ。で、あ、いいね。早いね。これ占い師が戻ってるよっていうチャットを、チャットというか、
メッセージ送ったのでしょう。でまあここでわちゃわちゃしつつだな、これ占い師を、あ間違えた、占い師追ってる、あ 俺の起きてるわって思わせてところで戻ると、あ早いな反応マジで。まあまあ一回傭兵か、まあ傭兵追いたくないけど、まあ、肘当てをここで消費全部させることができれば、まあ、もし仮に通電してしまったとしても全然 OK。 で、まあ、3個目か、3個目を使った気がする、残り2個。さあここで板を倒す、よいしょと。で、あれだね、機械石から染まってるね。で、あれはもう 100% あれだな、立て直しするから、まあ、立て直しされる頃に、うん、立て直し1人回復終わったかなぐらいで傭兵殴れておけばまあいいかな。で、あの辺を解読しようと来たもののあれか、監視したかったって感じが。立て直ししないのか、解読するんだったらするんだったら、それはそっちの方がありがたいな。立て直しされる方が今きついかもしれない。もう多分肘当てないんじゃない、いいよいしょ、OK、 よしよし。で、まだ海岸回してなくて、僕も周期回してないな。ってことは 100% あれだな、多分暗号機から離れて回復してる気がするな。これどうしようか、傭兵釣っちゃおうか、多分ね。今から暗号機の子行っても暗号機の子多分誰もいないから、もう釣るわ、釣って誰か救助来させよう、多分その方がいいわ。まあ多分海か小屋か、多分その辺だと思うけど、最後の義手の場所的に。で釣って監視だけ設置して、まだ揺れてないね。おっしたね、義手回復した。まあ多分こっちの方だと思う。さあ傘だけ出して移動スピードを上げつつ索敵しに行きますかね。ここで見つけられなかったら通電、見つけられたら俺の勝ち。さて一応この辺にも監視者設置しておいて、今から新規だったら多分間に合わないと思うんだよな。どうぞ、やりかけあんのかな。やりかけほぼないと思うけどね、義士一回救助来た後にあれか、船上にいたぐらいか。さて、あ見っけだね、この距離で見つかったらもう絶望中。うわやばい、このやばい、待って、これは救助されちゃうかもしれん。極悪アイテム持ってた、懐中時計を持ってるのはちょっとわからん。どこだ、あそこか、 OKOKOK、この距離だったらワンチャンか。まあ、強豪振ってない俺でも多分枯れると思うわ。普通にこれワープしちゃうか。うん、先に飛べたら絶対勝てる。よし、間に合った。OK。で、あ、船上回してるんか。OKOKOK。いやー、釣れた。危ねえ。もう本当に、そんな回ってたの早いな。2人分回復してるから、まだ残り2、3割あるかなと思ったけど、そんな早かったんだ。結構回してたのか。なるほどね。危ねえ、危ねえ。ワンチャン通電するとこだった。で、まあ、普通に、ま、こっから普通に順当に追っていけば、まあ、まあ、まあ、勝てるかな。危ねえ。てかね、今日はね、ちょっと気分変えて、あれで着てみました。この、なんか侍っぽい衣装で着てみました。名前なんだっけ。東って書いてた感じがあったの覚えてる。まあ、それ以外覚えてない。よし、危ない危ない。もうこんな感じで、まあ、しっかりとキャンプでせずに、ロボットをめちゃめちゃ壊していけば、まあ、なんとかなります。なので、こういうパーティーにお困りの方は、もうとにかくロボットをキャンプ中に壊してみてください。まあ、無情の話になったけどね。まあ、というわけでね、まあ、もう一戦やっていこうかな。もういいかな、このパーティーは。ちょっと普通のパーティー来てほしいわ。じゃあもう一戦やっていこうかなと思います。よーし、殿堂入り級。もうこれよ、これ、これ。もう本来はこれよ。で、またね、お気に入りの剣族衣装に戻してきました。ね、今回はなんかね、まあ多分、すごいね、踊り子、カーボーイ、これ多分ね、無常が最近増えててるから、すごい、からすごい無常対策なんだろう。多分普通に踊り子強いと思うんだよな。で、あと、ほんとやたら多いのは空軍かな。空軍がやっぱ最近めちゃくちゃ多くなってきてるのと、まあたまに曲ゲージとかもそういう、あ、ロボット見っけ、これでかいなー。よし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 。オッケー。熱い。女の人が走ってるからもしかしてと思ったけど、踊り子じゃなくてよかったわ。よし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 。まあ、ここで小屋チェイスされちゃうけど、強化工務場だったら全然閉鎖なくてもいけると思うわ。そこ乗り越える。でもぐるぐるされた、されたてだ、大丈夫。さあ、そっち側に行かせる。あ、小屋でも誰か解読してるね、今。なんか解読してる音が聞こえたわ。で、そこでバチバチやってるの。カーボーイ、やだね。カーボーイがやっぱ、チェイスしてる人の近く回してるって結構ハンターからしたら嫌だよね。で、傲慢。よしよし、これで一発多分殴れるな。まあ、これだから本当強いんだよな、ゴン。乗り越えない。なるほど、なるほど。で、ここでいけるかな。よし、ロボタってなしか。なるほどね。で、また小屋か。でも小屋はもうね、感謝設置してあるから、もう死ぬよ、それ。よし。いやー、もう本当占いいないって、本当に最高。OK。で、そこ誰か回せるな。そこ誰だろう、踊り子だったら最後なんだけど。確認していこうか。あ、傭兵か。まあまあまあ、肘当て1個消費させれるって考えたら全然いいでしょう。本当にね、アイテム使わせるのが大事だから。あれ？オッケー、なんか間に合った。まあ、これはまあまあまあ、ラッキーかな。これ、地下あるかな。どうだろう。見えない、見えない。あ、あれ臭い、これ。あるね、地下あるね。よしよし。これ、もう勝ったでしょ。もう無常の地下ツリーもマジで最強だからね。よし。
で、傭兵が離れてたな。まあ、カウボーイ近く場にいたから、まあ、カウボーイと回復して、まあ、ロボットないからな、ミスっても全然あるな、この感じ。まあ、回復して9割で来る。でも、回復挟んで9割って結局回力回ってないから、9割のメリットが出てないからな、どうなんだろう。船上回してる人が1人と、まあ、多分向こう側の、カウボーイが離れて向こう側にいるのかな。船上が踊り子か、多分。わかんねえな。あれいない向こう側の暗号機回してるかなと思ったけど、ってことはあれか、船上がカウボーイか。結構多分離れてがっつり安全に解読しようって感じにしたのかな。まあまあそれは賢いな。どうだ、めっちゃ見えるする。お、来た。あ、踊り子が来るのか。なるほどね。あ、でもこれはよいしょ本当に無情強いからな。もう誰でも簡単にお手軽に枯れちゃう。本当に無情は、地下無情は本当に強い。まあこれは見捨てだな多分。なのでちょっと踊り子を借りに行きます。まあ、踊り子といってもね、ファーストチェイスで、あ、無情がこっちに来たって感じで、もうオルゴール使わなかったら全然大丈夫で、あれだね、傭兵が今海側の一番奥のとこ回してたから、まあここから来るとしたら傭兵でしょう。で、船上カウボーイ回してるしね。オッケー、ギシ飛び。いやー、楽ちん楽ちん。マジで地下強いわ。もう地下に釣ったし本当に価値確信するよね、無情使ってて。で、傭兵がここから来ると。オッケー、待って、これ、ここで待ってたらもうこれ勝てるゲームだよね。で、ここで膝で使うの待ってたりか。もうここで読み上げ発生してる時点でもこっちの勝ちだからな。もう相手に読み上げさせた時点で俺の勝ち。もうここで、もう踊っとこう。いやー楽だわ。よしよしよし。もうこれどうしよう。暇だな。どうしよう。あそこで終わったカーボーイが、救助来てる？来てるね、あそこね。今見えた。うん、あっち側に一応傘出してこうか。ベルで当てといて、これ、読み合い付き合ってる意味なくない？普通に、一発殴ればよかった、ベル使って。で、まぁ、ここ来てるから、普通に、これ取られる。あ、取られた。やばい、余裕ぶっこきすぎて。また前の動画みたいにあれだわ。余裕ぶっこきすぎ現象が起こってる。いや、また無情の動画なんで申し訳ないな。最近ね、本当に、シーズン変わった時は、まあ、無情メインで使いつつ、まぁ、でも相手の編成見て、なんだろうな、女王使ったり、魔女使ったり、アン使ったりとかいろいろしてたのに、ついよ。けど、本当にね、使えば使うことで、無情の、なんか戦い方を探っていくのが楽しすぎて、もう気がついたらどんなパーティー相手でも無情使っちゃってる自分がいますね。もうやばい。もうこれこそ無情中毒ですね、これ。さあそこ、ブロックオッケー。危ねえ、ギリギリ。なお防げれた。よいしょ。休校もあるとさ、本当に、カーボーイの縄を使おうとする先、結構簡単にブロックできるから、それもいいよね。よし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 。まあ、これで、まあ、傭兵、どっか、あそこか。あそこ回してるけど、まあ、多分回りきることはないでしょう。これ踊り子飛びだったよね。半分超えてたよね。あんま覚えてなかったけど。飛び、オッケー、よしよしよし。で、これで、まあ、普通にカーボーイ、放置でいいかな。うん。よいしょ。あれ、絶対飛びすぎた、今の。いたぐらいいっちゃった。で、避けてるけど、まあまあ、これはま、勝てるでしょう。さあ、膝手を、落ち込まない。よいしょよしよし。まあ、これは、オッケー、諦めてくれました。いやー楽だ。本当にね、4VC パーティー、疑心にとか来てる方は本当に、なんとか、まあ、ロボット壊して頑張ってみてくださいというわけで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、Twitter もやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。